モリスコ追放、モリスコ追放、モリスコ追放、スペイン語、エクスプルションデラスマリースコスは1609年4月9日に、スペイン王をフェリペプ3世が発令したモリスコ追放の布告である。モリスコとキリスト教徒との間の猜疑心と緊張は、しばらくの間高かった。一部のモリスコたちが、影響力と力を手にして、バレンシア貴族やアランゴン貴族のような一部の人々、 彼らは、モリスコの安労働力に依存していたと、協力関係にあったとき、スペインにおけるモリスコたちの全体的な政治的、経済的な比重は低かった。キリスト教と住民は絶えず、彼らのキリスト教信仰が本当ではないと、モリスコたちを疑っていた。モリスコたちが改修か亡命の選択を迫られると、彼らの多くはむしろ大結果教会に対する忠誠を、ほとんど示すことはなかった。 一部のボートは反乱を起こした。これはフェリペ2世がアラビア語、アラビア語名の禁止、モリスコの子供たちを手元で育てず、カトリック聖職者に教育させることを要求する、直令に反抗した1568年から1571年のスペイン語として非常によく知られている。反乱の制圧後、フェリペ2世は、 グラナダのモリスコを他地域へ資産させるよう命じた。フェリッペ2世はこの措置がモリスコ共同体を分解し、キリスト教と住民への同化を促進すると期待していた。この措置はグラナダのモリスコに対して起きたことかもしれないが、バレンシアやアラゴンでは本物の隠れイスラム教徒の飛び地がまだ実在していた。同じ時期に前後してスペインは プロテスタントのネーデルラント連邦共和国に対して、定期諸国における自身の領土の半分以上損失したことを認めていた。スペイン支配階級は、スペインをカトリックキリスト教会の弁護者とすでに考えており、このネーデルラントでの敗北は、彼らのカトリック思想の過激化と、スペインの名誉を回復するために一矢報いたいと考える原因となった。 プロテスタント諸国からのスペインへの一部の批判は、スペイン人とされているイスラム教徒と、偽イスラム教徒らを個人的に雇っている。スペイン貴族の一部は堕落しているという、スペイン人への侮辱を含んでいた。1600年代初頭に、事態はさらに悪化した。1604年の不況で金の価値が打撃を受け、スペイン帝国がアメリカ大陸に所有する資産の没落が起きたのである。 生活水準の縮小が、キリスト教徒と貴重な仕事をするモリスコとの間に緊張を増大させた。1609年、850万人の総人口の他におよそ32万5000人のモリスコがスペインにいた。彼らはかつてのアラゴン王国領に集まっていた。そこでは、モリスコは人口の20%を占め、バレンシア王国では特にその傾向が強く、 総人口の33%を占めていた。加えて、モリスコの人口増加は、キリスト教徒の人口増加に比べて、いくらか高か。バレンシアでは、モリスコ人口は、昔からのキリスト教徒の44.7%と、比較して約、約69.7%の成長率を持っていた。モリスコたちが、田園地帯と都市の郊外貧困地区での人口を占める間、 都市で暮らしていたのは金持ちとほとんどのキリスト教徒だった。かつてのカスティーリア王国では状況は全く違っていた。カスティーリアは600万人の人口を持っていたが、モリスコ住民はわずかに10万人ほどだった。モリスコはほとんど大きい存在でなかったので、カスティーリアでのモリスコへの不満はアラゴンのキリスト教住民のモリスコに対する不満よりはるかに小さかった。 イスラム教は脅威であり、打破すべきであるとする全般的な合意が事実、ウェスペインにはあった。しかし、公式には、キリスト教徒となっているモリスコたちに対し、どのような方法で、イスラム教徒か否か紹介するかは不明であった。王家の参事官である、ルイス・デアリアが、1619年から1621年には、異端新問書長官を務めたのような一部の聖職者たちは、 同化して完全なキリスト教徒となる幼児感を与えて支援すべきとした。この意見はローマの教皇庁も敏速に支持していた。モリスコの最も熱心な援護者はバレンシアとアラゴンの貴族たちでこの姿勢には彼らの利己心が含まれていた。これらの貴族はモリスコが提供する乏しく安い労働力から最も利益を得ていたである。この見解に反対したのは 様々な名詞と階級の人々だった。アリアガに反対する聖職者にはハイメ・ブレダが含まれていた。彼はバレンシアでの異端審問の最も著名な人物だった。ブレダは初期にフェリッペ三世に対して数回の申し入れを行い、モリスコ問題を消す傘もなければ終わらせるかを進言した。彼はジェノサイドまでも進めていた。最初、この種の単元は、 成功に結びつかなかった。1596年、フェリッ三世紀の財政担当者であるレルマコーは、モリスコはイスラム教徒のバルバリア海賊と共謀していると告発した。しかし、この意見に多くの住民が固執する間、残りの人々はこの脅威はずっと以前に終わってしまったと見ました。モリスコへのどんな懲罰的措置にも反対するアラゴン議会は、 たとえモリスコたちがスペインを裏切りたかったとしても、モリスコはトルコ艦隊のために武器も軍用必要物資も所有しないし、守備も固めないし、基地も持たないのでそのような状況にないと書いた。その時に何も起きなかったが、ベルマ号はモリスコに対する自らの反感を持ち続けた。一般庶民のうちバレンシアのオザクミノリラはこの件に最も関心を抱いていた。 彼らはモリスコを敵意の眼差しで見、彼らを経済的、社会的な競争相手とみなしていた。この不満は1520年以前、バレンシアイパン大衆が、バレンシア貴族だけでなく、イスラム教徒の羅に対しても反乱を起こしたの時に湧き立った。ボートは、バレンシアのモリスコを構成するイスラム教徒人口の多くを殺害し、生存者に大規模な洗礼と回収を敷いた。 デルマ公は結局、バレンシア大司教の助けを借りて、フェリッ三世を納得させた。大司教はモリスコを全般的に、異教と裏切り者であるとみなす人物であった。大司教は王により説得力があるよう計画を立てる構想を与えた。王はモリスコらの資産と不動産を没収でき、このことによって王家の財源に、かつてのような劇的な後押しが提供された。大司教は、 両親のうちの、どんな両親の葛飾もないのでこのようなことができたのだが、彼は王に、モリスコを奴隷にして、ガレーン、鉱山、アメリカ大陸植民地で働かせるようにも勧めたが、この提案は拒否された。1609年4月9日、モリスコ追放の直令が署名された。政府は、それほど多くのモリスコを追放することには、問題があると知っていた。 モリスコ住民数が最大であるバレンシアから追放が始められることが決まっていた。準備は厳正に秘密裏になされた。9月に入り、イタリアからテルシオの大軍が到着した。彼らはバレンシアの主要港、アルファケス、デニア、アリカンテに配置された。9月22日、バレンシア副王、バレンシア大司教府アンデリベラが直令の公表を命令した。 モリスコ労働者を失えば自分たちの農業収入は崩壊してしまうとバレンシア上流階級は追放に抗議するため政府と会見した。政府は彼らの損失と引き換えにモリスコの資産と土地の一部を提供したが損失の保証となるには不足だった。モリスコは持ち運べるものなら何でも持っていくよう許された。しかし彼らの住宅と土地は彼らの主人のものとなった。 移動の前に自宅に火をつけたり壊したら死を覚悟しろと禁じられた。特定の例外が与えられた。すべての100世帯のうちの6世帯は皆が去った後に残り、モリスコが優勢であった町での基盤を維持して良いと許された。ごく少数しかこの特例に該当せず、彼らも後でいずれは追放されるだろうと考えられていた。加えて4歳未満の子供たちの追放は、 選択自由であった。これは後に16歳まで拡大された。リベラ大司教は強くこの解釈の一部に反対した。彼は少なくとも子供たちが両親と共に去ることを禁じ、彼らの魂の救いのために礼属させ、キリスト教徒にさせなくてはならないと働きかけた。9月30日、最初の亡命者たちが港へ連行され、そこでは最後の侮辱として、 彼らに旅行代金を支払うよう強制した。モリスコたちは北アフリカへ輸送された。そこで彼らは時に受け入れ側の人々から侵略者だとして避難された。別の時には小さな反乱が戦場で起こり、船員との戦闘で亡命者の数人が殺害された。これがバレンシアに残ったモリスコ住民の恐怖を引き起こし、10月20日に追放に反対する反乱が起きた。 6000人を数えた反乱軍は人里離れたアヨラダニとムエラデコルデスを占拠した。5日後、新たな反乱がバレンシア南岸で起こり15000人の反乱軍がルガルダニを占拠した。11月に反乱軍は制圧された。わずか3ヶ月間で116000人ものモリスコがバレンシアから北アフリカへ送された。1610年にアラゴン王国で モリスコ追放が始まった特定の地域としてのアラゴンであり、元のアラゴン王国領全土ではない。41,952人がアルファケス経由で北アフリカへ送られ、13,470人がピレニエ山脈を越えてフランスへ送られた。アグドの港にモリスコの大半が送られたことにフランス人は憤慨し、そして陸路を取った人々は通過量と、 海上料金を請求された9月、カタルーニャ君四国のモリスコたちが追放された。同様にアンダルシアは3万2千人のモリスコを追放した。カスティーリアでのモリスコ追放は最も困難な作業だった。どの場所にも固まって済まず、むしろ1571年のモリスコ判断員を、モリスコたちはカスティーリア国内に分散していたのである。このために、モリスコは、 自発的な出発という最初の選択自由を与えられた。彼らは自分たちの一番価値のある財産を売ったり、他のことをすることができた。カスティーリャでのモリスコ追放は1611年から1614年までの3年間続けられた。全体の3万2000人ほどのモリスコがカスティーリャを去った。一部は追放を避けてスペインに留まることさえできた。 公式に追放が完了された後、おおよそ1万人ほどのモリスコがスペインに残ったと見積もられており、その大部分はカスティーリャにいた。追放は印象的に作用した。国家は居住者の地位の目録を注意深く保管し、完了機構は短期間で国からあのような膨大な人数のモリスコを追い出すために効率的に機能したのである。 カスティーリア議会は1619年の追放を評価し国にとっての経済的影響はないと結論付けた。これはカスティーリアにとって基本的な真実であった。一部の学者がモリスコ人口が重要であった部門で経済的結果を何も見出さなかったからである。しかしバレンシア王国では農地は打ち捨てられキリスト教徒がおそらく満たすことができなったであろう。 空白が経済分野に残された。バレンシア王国の住民の33%を取り除いたことで、アリカンテ北部にある一部の軍では事実上、その住民すべてを失った。経済、社会基盤は上落し、キリスト教徒貴族と王子主たちは支払いの滞り状態となった。現金に困ったバレンシア貴族の多くが、かつての収入に近いほどの返済をしなければならない。 借地料をキリスト教徒の小作人らに対して増額した。借地料の増加はどんな新しい借地人でも取り替えられるために支払いのできない借地人は追い払われるようになった。その結果、バレンシアの農業生産高は凄まじく下がったのである。人口の4%の追放は少数に見えるかもしれない。しかし、モリスコ人口は考えられていたよりも 大きな一般の労働人口であったことに留意しなければならない。実際、モリスコは、貴族、兵士、または、聖職者になるほど信用されていなかった。これは、徴税において目立って、税金収入が低下したことを示していた。そして最も大きな被災地であるバーレンシアとアラゴンは、数十年にわたって、経済的に損害を受けた。追放は、 バレンシアとアラゴンの経済というだけでなく、貴族の権力にとっても大打撃であった。しばらくの間かつてのアラゴン王国は、より豊かで人口の多いカスティーラ王国の影であった。しかしこのモリスコツ違法で、バレンシアとアラゴンの成長はさらに減退した。イベリア半島東部の王国のうち、カタルーニャ貴族は今や欠出し、彼らの収入は上記の2カ国より、 はるかにモリスコ追の影響を受けなかった。このように、モリスコ追放は、バレンシアとアラゴンの伝統的な経済中心地から、カタルーニャへと力を移すのを助けた。断固として、カトリック教徒のままいることを望んだモリスコたちは、大体において新たな家を、イタリア、特にリボルノで見つけることができた。しかし、 追放された人々の圧倒的多数はイスラム教徒が掌握している北アフリカに定着した。2008年に実施された遺伝子研究によると、モリスコを先祖に持つ人の一部がスペインに残るのが目立ち、追放がそれほど効果的でなかったかもしれないことを示している。これは宗教上の改修、任意化強制化に関わらずを高水準で示す北アフリカ出身者、 10.6%を先祖に持つ平均割合の高さを示している。彼らは社会的、宗教的偏見の歴史的な出来事によって追い立てられ、最終的には子孫の同化に至った。数世紀後、謝罪の手段としてもう一度、モリスコの子孫であるスペイン市民は申し出てほしいとする提案が2006年になされた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。